ろしくお願いします。どうも、ゼゴラジです。本日はこちら、トニー・ザ・タイガーではありませんよ。世界の冒険シリーズ、虎の神様の登場です。今回もホビーオフさんのクリスマスセールでゲット。どこかに積んであるのですが、また買ってしまいました。こんなんいくらあってもいいですからね。それでは開封してみましょう。未開封で3000円だったかな。そこから 10% オフでした。推し、未開封ですね。説明書は良好。また出たな、ルールがよくわからんやつ。これはカタログですね。このバイクたち、積んであるなぁ。1ブロックは3袋。カードと説明書、カタログ付きでした。ミニ基礎版も付いてました。それでは組み立ての準備に入らせていただきます。この小さい箱に、3袋って忌まわないパターンですね。しかも説明書が分かれてるわけでもないし。ま、いっか。それでは本日もよろしくお願いいたします。黄色い先生とタイグラー。この基礎版は動くので、 TNG で固定しております。とても効果的な TNG の使用方法だと思っております。絶対に着火してはいけませんよ。ということで、チャンネル登録お願いいたします。完成です。それで箱ゆっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。ドクターだから先生にしたけど、博士ですね。先生博士もドクタースランプだし。この虫眼鏡、本当に虫眼鏡。トニーそっくりな神様。きっと彼と友達ですね。赤いヘビ。レゴ七不思議の一つですね。こちらのセットは2003年リリースで93ピース。ミニフィグ1体と虎の神様付き。アマゾンでは現在5000円くらいでした。それではギミックのご紹介。落とし穴ですね。ちょっと取れなくなったので解説します。黄色の宝石を取ると足場がなくなり穴に落ちる。そして下にはヘビがという設定かと思います。なかなか面白いギミックですね。
足場もぽっちではなく、置くだけになっているのが面白いです。もたついているので、ここでお礼と謝罪を。昨日公開の動画した、2020年おすすめレゴ、ですが、たくさんの方にご協力いただきました。本当にありがとうございました。また、動画コメント欄に書き込んでいただいた皆様、動画内にて、紹介できなくて申し訳ありませんでした。でも、本当に嬉しかったです。これからもレゴラジ動画をよろしくお願いいたします。ということで、今回はおかんが好きな食べ物でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。